どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボンホテルと JAL が業務提携開始ということで、マリオットボンボンホテルですね、 JAL サイトの経由でですね、予約すると JAL マイルがね貯まるようになるということで、本日はこちらとですね、 PayPay 中央区の 20% 還元キャンペーンがですね、実はマリオットボンボンホテルね対象ホテルがあるということで、こちらの解説ですねやっていきたいというふうに思います。いやね、この JAL サイトを経由してですね、マリオットボンボンホテルを予約すると JAL マイルが貯まるということで、これはねかなりびっくりですよね。 JAL マイラーの方が SPJAMX ねかなり保有しているのをですね知っているのではないかって思うぐらいですよね。それではですね、早速ねこちらの詳細ねいきたいというふうに思うわけなんですけども、 JAL の公式サイトを経由していただいてマリオットボンボンホテルを予約するとですね、100円につき2マイルがね貯まるようになるっていった形になるんですよね。でこのマイルの付与時期に関してはですね、宿泊完了後1ヶ月から2ヶ月後にね付与されるっていうふうになっております。でですね、こちらの開始時期に関してなんですけども、ちょっとね公式サイトにね特に記載がありませんので、開始はねしているというふうに思うわけなんですけども、こちらねいつからあったのかちょっと分かんないんですよね。またね終了期限もですね特にね記載がないっていうふうになりますんで、しばらくはですね利用することができるのではないのかなっていうふうに思っております。でですね、付与される JAL マイルの詳細についてなんですけども、100円につき2マイルがね付与されるっていう風になるわけなんですけども、税金サービス料ね抜きの料金っていった形になりますんで、まあこれはねどういうことかっていう話なんですけども、こちらね伊豆マリオットホテルの予約の詳細画面なんですけども、マリオットボンボンホテルを有償でね予約する場合、予約詳細画面でねこちらの画面が出ると思うんですけども、 JAL マイルが付与対象になるのはですね27,075円のねこちらのみがね対象になるっていった形になります。残りのですね5,836円に関してはですね、こちらがサービス料税金っていった形になりますんで、こちらは対象外っていう風になりますんで、この点はね注意していただきたいなっていう風に思います。ちなみにですね、こちらの客室の場合だとですね、客室代が27,075円っていった形になりますので、100円につき2マイルですね、ということは541マイルがですね獲得することができるっていった形になるんですよね。まあ、公式サイトで予約するだけで JAL マイルがね追加でもらえるっていう風になりますんで、もちろんね公式サイトでね予約しているっていう風になりますんで、宿泊実績もね付与されるっていう風になりますんで、かなりいいですよね。またねマリオットボンボンホテルは2021年4月27日までですね、宿泊実績2倍ポイント2倍のね Q1 グローバルプロモーションもですねやっているっていった形になりますんで、かなりねお得ではないのかなっていう風に思っております。それでは次にですね、注意事項がね結構ありまして、まず公式サイトにはですねこのような文言がねあるっていった形になっておりまして、マイル積算対象はマリオットウェブサイトから決済されたホテルの宿泊料金のみね対象っていった形でね記載があるんですよね。またマリオットウェブサイト外で行われた支払いに対してはマイル積算の対象とはなりませんのでご注意くださいということで、この文言はねちょっと気になるんですよね。もしかしたらですねウェブサイトで決済された場合のみっていう風になりますと、事前決済ねされた場合のみ対象っていうね可能性も否定できないかなっていう風に思いますので、こちらはですねマリオットボンボンのねデスクにちょっと確認させていただこうかなっていう風に思っておりますんで、こちらの結果についてはですね今後動画のコミュニティ欄でね発信していきたいなというふうに思っておりますので、もしねチャンネル登録されてない方はですねこの機会にねチャンネル登録していただいて、そちらもねチェックしていただきたいなというふうに思っております。また JAL マイルをね獲得するには JAL のサイトからマリオットボンボンにねログインしていただいて予約したら JAL マイルがね付与されるっていうふうになりますので、概要欄にね公式サイト載せておきますので、こちらね確実に経由してですね予約ねしていただきたいなっていうふうに思います。またですね予約を複数される場合についてはですね、一応ね JAL のサイトに戻ってからですねまたねマリオットボンボンのサイトに行っていただいて予約ねするようにしていただきたいなっていうふうに思っております。こちらね1回経由してね
マリオットボムイで複数ね予約された場合はですね、おそらく対象にならないのではないのかなっていうふうに思いますので、こちらね自己積算みたいな感じもねできないっていった形になりますんで、この点はね注意していただきたいなっていうふうに思います。またですね、予約変更する際もですね、こちらを経由して変更したもののみがね付与対象といった形になりますので、この点もね覚えておいていただきたいなっていうふうに思います。またですね、マリオットボムイのウェブサイトに移行した後にですね、アプリを起動して予約した場合もね対象外っていうふうになりますし、また一部の特別割引料金がね適用されたプランであったり、ポイント無料宿泊ですね、こちらに関しても対象外っていうふうになっております。注意事項に関しては結構あるっていった形になりますんで、ぜひね間違いないでね利用していただきたいなっていうふうに思っております。それでは次に PayPay 東京限定 20% 還元キャンペーンっていうのがですね、今現在ね行われているっていうふうになりまして、まあ、今回の動画ねマリオットボムイの話をしていて、なぜ急にね PayPay の話なのかっていうわけなんですけども、東京中央区にはですね AC ホテルコードヤード銀座アロフト東京銀座がねあるっていうふうになりますんで、この 20% 還元ですね狙うことができるっていった形になってるんですよね。かなりねお得に利用できるんではないのかなというふうに思っております。ぜひね Q1 グローバルプロモーションなどで利用する方、もしくはですねこちら利用予定の方はですね、ぜひね狙っていただきたいなというふうに思っております。まあ PayPay 払いに、ね、なってしまうので、 SBG Amex で保有されている方は、まあ、SBG Amex で、ね、決済するよりかですね、マリオットボムイポイントの獲得は減るっていうふうになるわけなんですけども、まあ、20% 還元であればですね、間違いなくねこっちの方がお得かなっていうふうに思いますので、ぜひね利用してみていただきたいなっていうふうに思っております。それではですね、中央区 PayPay 20% キャンペーンの詳細なんですけども、期間はですね2021年の4月1日から4月30日までというふうになっておりまして、 20% 還元の上限はですね1回あたり3000円分相当、またですね期間中1万2000円分相当までっていうふうになっておりますんで、こちらですね対象支払い金額ね逆算するとですね、1回の支払いが1万5000円まで、期間にすると6万円まではねこの 20% 対象でね還元を受けることができるっていった形になります。でですね、特典付与に関しては利用後ね30日後っていうふうになっておりまして、こちらはユーザーの状況であったりですねシステム上の都合で少しね遅くなる可能性があるっていう風になりますんで、この点はね覚えておいていただきたいなっていう風に思います。でですね、 PayPay のキャンペーンに関しては支払い方法ですね、還元がもらいたいねもらえなかったりするっていう風になっておりまして、そちらの対象がねこんな感じになっているわけなんですけども、こちらね本当に注意していただきたいなっていう風に思っております。対象になるのはですね PayPay 残高払い、もしくはヤフーカード、PayPay 後払い一括のみっていう風になっておりますんで、くれぐれもヤフーカード以外のですねクレジットカードを登録して利用することはねしないようにしていただきたいなという風に思っております。もちろんねこちら対象外っていう風になっておりますんで、せっかくね PayPay で利用したとしてもですねキャンペーンの還元ね受けることができないっていった形になりますんで、注意していただきたいなという風に思います。個人的にはですね PayPay のキャンペーンはですね残高払いで払えばね OK っていった形になりますんで、セブンイレブンのね ATM で入金するか、もしくはですね銀行口座ね登録していただいて、銀行口座からですねチャージしていただいて残高払いでね支払いしていただければなというふうに思っております。こうすればですねこのキャンペーンも乗れるっていうふうになりますし、こちらねおすすめっていった形になります。もしねソフトバンクもしくは Y モバイルユーザーであればですね、まとめて支払いでチャージしていただいて、その支払い設定をですね SBG Amex に、ね、しておけばですねポイントね取りこぼすこともね少ないかなっていうふうに思いますので、 Y モバイルもしくはソフトバンクユーザーの方であればですね、こちらねかなりおすすめっていった形になっております。こちらの東京都中央区のね PayPay のキャンペーンなんですけども、まあ、仮にね宿泊代金が1万5000円であればですね3000円戻ってくるっていう風になりますし、しかもこれがね期間中4回利用することができるっていう形になりますんで、4月限定にはねなるわけなんですけども、かなりねおすすめっていった形になっております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボムイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。
それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。